アリサです。はい、マイカーです。今回はアリサのヘアメイクを紹介していくんだけど、マイカちゃん、なんか注文ある？学校にしていけるおしゃれな髪型をお願いします。了解。ティアラチャンネル。それではしていきます。まずは髪を切ります。はい、お願いします。はい、髪綺麗ですね。なんかさ、美容院の肩みたい。肩めっちゃ気持ちいい、これかな。じゃあ、連続ハート。連続ハート、連続ハートカチューシャみたいな。すごい、カチューシャっていうか、ハートみたいな。ここにね、これくらいのね、ハートしていきます。ハートしていきます。はい、お願いします。このまとめ髪アレンジウォーターでまとめます。あの、使うところだけシュッシュッとして、こうやってピーって。すごっ。これくらいの小さいゴムでハートを作りたいところに作ります。このさ、結びます。この箱もかわいい。はい、くるくるってこうやって巻き巻く、ねじるねじるねじります。ねじりパン。ねじりパンじゃないから髪。したら崩れないようにここをね、ピンで留めます。1個ハート完成しました。こんな感じ。じゃあ次、2つ目のハートいきます。2つ目はさっきハートを使った作って余った髪の毛の下の部分を取って、うん、こうやってまた結びます。そしたらさっきと同じように、そしたらまたねじります。次は余った髪だけで三つ編みをします。ティアラチャンネル完成しました。こんな感じ。詳しく見ていきましょう。はい、ということで今回はアリサのちょっとおしゃれな学校に通学ヘアメイクをご紹介しました。このヘアアレンジを使って一つ結びしてもいいし、横結びしてもいいので、皆さんもぜひやってみてください。任務完了。